よりこたはるかパカカツパカ俺らがスクワッドで全然決まってないね。全部乱してるよね。色も色も色も誰がスーパースターだよ。テレビ立つね。ということでやってまいりました。はい、お願いします。今回の企画は何ですか？今回の企画はですね、人気 YouTuber さんがやった有名人に扮したあの企画です。お、もしかしてさ、あの BTS とかさ、ジャスティン・ビーバーとかそうやってそうやってる人いましたじゃないですか、ね、はい、あ、コモドットさんとカルマさんがやってるやつか。変装企画か。そう、え、できんの俺らも。街でキャキャ言われたら聞く。バカ、イケメン揃いだぞ今日は。確かに。え、なめんな。誰がやんだよ。誰やんの。一番誰がどう似てるかだよね、うん、まあ、ということでね、今日はあのクロちゃんに変装してみたわけです。いやいや、ありがとうございます。イケメンがやるやつん。それはいや、ブツの方で今回やるってこと。なんだしんか。なんだしんか。もう入ってる、やが入ってるよ。クロちゃんじゃないだしん。え、クロちゃんじゃないだしん。できてる。見てないだろ。クロちゃんじゃないだしん。ヤジが、ヤジがクロちゃんやんの。ヤジがやんの。いや、誰がやるか分かんないかと思って俺。まあまあまあ、また誰がクロちゃんやるかは見てるのお楽しみ。そうだね。これが終わってカットが切り替わったら誰がクロちゃんやるかも。もうどうなってるかもしれないけどね。あ、なるほど。そういうなんか BTS とかそのかっこいい人だったらキャーキャーなるけど、クロちゃんだとどうなるかってことか。そうだね。なるに決まってるやろ。いや、キャーキャーなるか。うん。今人気絶頂だから、ね。いや、さっきも LINE ニュース見たらなんか載せてたよね。もうこれ以上ツイッターで叩かないでみたいな。人気じゃん。悪い方なのよ。それだけで LINE ニュース載るんですよ。ワンチャンクロちゃんの竹下通り歩いたらやばいよ。そうだね。もうこれの1位だよ。ガリーよ今日。ちょっとね、そう、本当に黄色い声援なのか、それともドス黒い声援なのか。バカ、結果出てんだろ。おう、色見てみろ。何の声援？あ、黄色い声援、はい、ありがとうございます。誰がやるか分かんないけど、ね、誰がやるか分かんないけど、いや、今んとこお前で。お前確定だよ。さっきの一言で。果たして、クロちゃんに変装して原宿行ったら女の子たちに囲まれるのか、それともヤンキー集団に絡まれるのか、どっちでしょう。それでは参りましょう。せーの、わわわわ、はやスクワット。あ、どういうちゃん。はい、開いてまいります。待って水曜日？え、クロちゃん？水曜日？え、本当に？怖い？え、本当にクロちゃん？怖いです。え、ちょっと、え、あっち見て。え、クロちゃん？え、クロちゃん？え、こっち見て。え、え、嘘。え、顔ちょっと見せてください。水曜日じゃん。え、クロちゃんですか？え、やじ。こんな感じでやっていきます。はい、めっちゃ似てる。いや、クオリティ高いよマジで。本当、うん、こうしたらヤジだけど確かに、うん、目がね、クロちゃんと似てないから。そうです、ヤジさんね、パッチリ二重なんですよね、クロちゃんと違って。ただね、結構マジでね、もうここだけしたらね、クロちゃんって言っても、ね、過言ではない。あ、ちなみに万歳してください、うん、これはね、服装の問題です。服のサイズの問題ですね、これはね。そう、調べたら、はい、身長が多分ほぼ同じくらいなの。はい、だからちょっと細身なクロちゃんくらいな感じ。確かに、うん、ちょっと細くなったクロちゃんって感じではあるね。だ、最近でもなんかダイエットしてるらしいかな。まあ。ツイッターではツイッターのダイエットしてるらしいから、うん、じゃあ痩せたのかなってなるかもしれないですし、うん、まあ、どういう反応するのかはお楽しみで。 LINE ニュース乗りましょう。はい、はい、それではやっていきましょう。はい、いきます。はい、水曜日のダウンタウンスタート。クロちゃんだ。どうでしたか？え、人すごくない？すごい来たね。すごいね。あんな人来んの？近場近くでワワワワしちゃってる。めちゃめちゃ湧いてましたよ。すごかったね。メンバー来ました。めっちゃいたな。人いたけど、あ、人いました。めっちゃいたの。結構いた人。人の中にいるかった。いる。いや、俺ちょっと見れなかったもん。いや、なかったんだ。いや、ちょっとバレちゃうと思って。すごいよ。すごかったね。盛り上がりが。こっちの人気がすごい。
嫌い動きそのままでもなかったかもしれない。うん、なかった。だから、チーク見なかった。新鮮に見たと走ってさっきのクッキーのとこ曲がってきた。すごいすごいすごい。待って、やばいやばいやばい。ヤちゃん追ってきてるよ。ヤちゃん追ってきてる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 。すごい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 。街でキャッキャ言われた気分。バカ、イケメン揃いだぞ今日は。確かにね。ヤちゃん追ってきてる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 。すごい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 。追ってきてるよ。すごい、クロちゃんすげえ。いや、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、やばかったね。めっちゃやばかったね。人エグかったよマジで。超かっこいい。俺スターかと思ったもん。俺ヤちゃんのことエグかった。あの現場なんか気持ちよかった。どうしたすごかねえよ。え俺が YouTube で見たんと違う。なに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 。全然。何が。平野翔くんとか、あと山崎健人すごかったやん。人通れないくらいだったじゃん。確かにあれすごかった。他の人が YouTube でやってんの見たけど。確かにあれすごかったね。山崎健人とかね、横浜流星とか。今回何に変装したんだっけ。クロちゃん無理だな。じゃあ無理だったな。ごめんな、無理だったわ。無理だって言ったじゃん俺。無理だったな。確かにな。クロちゃんじゃすごかったもん。なんかもうなんかすごかったもん。クロちゃんじゃ無理だよ。じゃあなんだ、あのコメント欄でクロちゃんクロちゃんって言ってるやつらが悪いのか。悪い。じゃあやそいつらとクロちゃんが悪い。ちょっとやっぱ後ろ姿の方が似てるって好評だったから、たくさんちょっと後ろ姿見して、でちょっと前向いてこうやってやったりしてたの、前向いた時びっくりしたもんね、人いな全然人いな。多分だけどあそこの場に本物のクロちゃんがいたとしても同じ状況だったかもしれない。もう絶対やんない。二度とやんない。次はね、ナダル編で。ヤジ、ナダルに変装して原宿に行く。それか、カズ、那須川天心に変装して原宿に出る。カズが、はい、カズが言われたんだから。そう。企画とか関係ないとこで、那須川天心さんですかって言われてんだ。そうそうそう、すごいんだよ。なんか似てるらしいから。おかしいね。次は、カズさんか、またヤジさんに行くか。この変装系はね、絶対成功させようぜ、一回は。囲まれていいじゃん。僕はいい。もうやらない。次は、千鳥の第5編でお会いしましょう。バイバーイ。クロちゃん、ありがとうございました。ちくしょう。スクワッド、スクワッド、チャンネル。